どうも、サトチンです。今回紹介するのはこちら。仮面ライダーガイム、アームズアクションガイム EX2 です。今回買ってきたのは1番と2番です。部品が取れるアームズアクションは、甥っ子にはまだ早いので、自分用に買ってきました。それでは開けましょう。開けるとラムネと、ああ、いっぱいシールがある。仮面ライダー、ブラックジンバーアームズ。そして初級のインです。おお、それでは組み立てていきましょう。はい、悪戦苦闘しながらもやっとシールを貼り終わりました。日本中のお父さんやお母さん、このシールを貼るの大変かと思います。ほとんどがシールです。シールの分きらめきがいいですね。胸パーツと肩パーツ、背中のパーツをつければ完成。パッケージのようにするとこんな感じです。どうです？ソフビは簡単に立つのですが、結構不安定です。でもかっこいい。大体の関節は動きますね。腰は動きません。それでは次にゴールデンアームズを開けてみましょう。おお、いっぱい入ってる。そしてシールがいっぱい。それではチャキッと作ってみましょう。はい、30分ぐらい格闘してやっとシールが貼り終わりました。パッケージの格好をさせるとこんな感じです。だいぶかっこいい。そしてジンバー系の3種の鎧が完成しました。全部がシールだけあってメタリックシールなのでかっこいいです。しかし貼るのが大変でした。それではジンバーチェリーアームズに着せ替えチェンジします。完成。ジンバーチェリーアームズ。次はジンバーピーチアームズ。はい、こんな感じですね。最後はジンバーメロンアームズ。はい、こんな感じですね。ここだけすごいかっこいいです。はい、いかがだったでしょうか。この2体はほとんどシールでできていますが、完成するとものすごくかっこいいです。しかし作るのが大変でした。以上、アームズアクションガイム EX2 の紹介でした。気になるお値段は1個500円です。ちょっと高いですね。それで皆さん、また会いましょう。さようなら。